こんにちは。こんにちは。連載でやっております、合気道の準備運動。今日は、腕をここから先ですねの運動というか、まずこう手を垂らした状態で腕そのものをこうねじるというかね。で、分かりやすく言えば、梅酒とかで梅ジュースを作るときに広口瓶で豚がこんぐらいあるこれぐらいあるね、豚をこう塗ってこうねじるイメージで、でこう指だけちょこちょこってやんじゃなくて、腕全体をぐるりぐるりとこう回す感じね。でこれ両方内側外側と、でこうやるだけでこのなんていうの、つぼ刺激というかなってます。でこう、ね、腕をねじった後に今度はプラ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 パン、この指先の力を抜くというかプラプラ状態にすると、NHK でもやってましたけど、体のどっかに力が入るとね、プラプラにならないから、プラプラにするっていうのは本当に大事なことですね。こうなんかあんまりこうなんていうか運動らしい運動じゃないようだけど、力を抜くというのはすごく大切なことで、しかもこれが一番ですねすごいんです。でその後ですね、頭の上に持ってってプラ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 と、でなんで頭の上に持ってこうプラプラするんかなと昔思ってたんですね。でしばらく分かんなかったけど、みんなやってるからこうなやるんだと思ってて、である時ですね、昔のガラス職人というか、窓枠にガラスを入れたりする職人さんはよくこう 手とか怪我するんですよ。どうしてもね、こうハサミ刃物みたいですからね、ガラスって。で手をパッと切ったら血がやっぱ出てくる。で血を早く止めるのにね、頭から心臓より上に向けてこうパパーッと何回も振るんだよ、こうやってね。そうすると、まあ、頭より上だから血は出ないんですけど、血を固めらせる、怪我をした ところを、ね、固めらせるとか、あるいは細菌を殺すという、まあ、白血球ですね、そういったものがブワッとこう集まって出るらしいんですね。でそれで早く血が止まるんだと。でこうするってことはですね、免疫力が上がるんじゃないかと。いろんな意味でこう免疫の、まあ、こう体の中のなんていうかね、体がこう勝手に長年というか何億年にわたって身につけた方法だと。こうふーっと振ることで、その免疫力を体中に、なんていうか、みなぎらせるというかね。そしてその後肩の力をポーンとこうなります。またプラプラプラッとん、プラ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 ッとん。それが指先力抜く、その一連の運動です。今日はこれまで。ありがとうございました。ありがとうございました。